感じなんで、こういう感じで吹いてちょっと滴るぐらい。食った、よっしゃ。はい、琵琶湖ガイドの安井です。今日は五山川来ましたということで、これね、イモケムシ40、こちらのね、リアクションダウンショットで狙っていきたいと思います。とりあえず寒い爆風なバッドコンディションな日なんですけど、まあ、これでね、まあ、イモケムシと、まあ、ポルティオカリ、それでね、ローテーションしながら狙っていきたいと思います。はい、ということでね、今回もサッシュエリア、まあ定番エリアなんですけど、まあこれから春にかけて良くなるエリアなんですけど、まあ今回今ついてるのはイモケムシ40のサフモデル、こちらのね、リアクションダウンショットで、まあ狙っていきたいと思うんですけど、まあ今日パッと見た感じ、まあ先日の大雨でめちゃくちゃ水増えてて、でまあ爆風、晴れ間の爆風っていう感じなんですけど、今ねだいぶ落ち着いてきたんですけど、まあこう落ち着いてきたタイミングが釣れる時だったりするんで、まあ丁寧にこうパンパンってやるっていう感じでやってきます。ということで、まあ基本的には水位が増えたら、まあ護岸沿いにね魚が寄るんですけど、ちょっと流れが出たりとかするとちょっと沖に行ったりとかっていう風にもなるので、まあ岸沿い狙ったりね、沖を狙ってみたり、まあちょっといろんな場所をこうね回りながらやっていきたいと思います。カバーリアクションダウンショットのタックル紹介になります。こちらダブルダッチ 68MR、まあ、ミディアムパワーにフロロはね10ポンド、まあ、12ポンドでもいいんですけど、まあ、10ポンドの方がパンパンって弾いた際に、まあ、ラインテンションの、まあ、水中の張り具合というか、まあ、アクションも良くてバイトも取りやすいっていうポンドが10ポンドっていう感じになります。で、こちら、イモケムシ40サフ。まあ、今回はサフ。で、ポルティオカーリ31のテールレス。っていう感じで、このね、TNS の3番。こちらがイモケムシ40にも合うし、こちらのね、ポルティオカーリにも合うっていう番手が3番っていう感じになります。で、シンカーなんですけど、シンカーはこうね、スティックタイプの鉛製の 5g をベースに、まあ、今日だと、水位が高いので、まあ、5g ベースで、まあ、水位が、ね、低くなったら 4g、まあ、3.5 まで落としていく感じになります。でこちらの、ね、ワームからこのシンカーまで このリーダーの長さなんですけど、まあ、これも、ね、20センチだったり15センチだったり、まあ、その時のバスの目線に合わせて長くしたり短くしたりっていう感じで使い分けてます。はい、ということでイモケムシ40ポルティオカーリを使ったカバーリアクションダウンショットのやり方なんですけど、まあ基本的にはね、まあ増水傾向してたら岸寄りで、まあ減水傾向だったら沖側っていう感じで、まあ狙うとこを変える感じなんですけど、まあ基本的にはね、縦さばきでカバーに進化ワームを絡めながらパンパン2回弾くでワンステイっていう感じでアクションを繰り返します。で必ずこれで一番気をつけてほしいっていうのが、こうキャストしてもらって一旦ボトムまでねこう取ります。でその後パンパンって弾くんですけど、この時にラインが絶対こうたるんでる状態で弾く、で弾く動作の時もパンパンってこうたるんでて、でバイトが出るまでも基本たるんでる状態で、まあ今ちょっと風強いんで、なびいてるんでちょっとやりづらいんですけど、基本的にはラインがたるんだ状態でパンパン
で、たるんだ状態でまたバイトを待つ。そしたらラインがビンってこうまっすぐなって手元にグッグッ、そこから腹筋グするっていう感じなんで、腹らず緩めずっていうよりは極力張った状態の方がカバーでやる上でのリアクションダウンショートに関してはアクションもパパンとこういい感じにこうスイッチの中で動くし、バイトが出た時も違和感なく深いバイトが出るんで、必ずこのたるんだ状態でパンパンってやるのが肝になります。これはもう絶対です。こういうねラバーのついた芋ケムシには特にね、このバスエナジー服とボディマテリアル以外にもこのラバーにね味がついてふわってこう水中で拡散される感じなんで、こういう感じで吹いてちょっと滴るぐらいでバスエナジー吹いて魚を集めて味でバイトを深く出すっていう感じでやります。よっしゃ、はい、イモケムシ40サフモデルのリアクションダウンショット、カバーを狙うリアクションダウンショットで来ました。めちゃくちゃね爆風で増水で寒い厳しいバッドコンディションなんですけど、こういうねやっぱカバーを狙うと釣れるっていう。で今日の釣れた肝っていうのがポルティオカーリのパンパンってこう速い動きっていうよりも、イモケムシこのラバーでこう落としててドンってこう枝に絡めながら食わすっていうねやり方で食いましたね。めちゃくちゃ貴重な一匹イモケムシ40サフのカバーリアクションダウンショット、イエイ。はい、お疲れ様でした。ということで今日は春冬の五山川で、まあ、前日ね雨で、で当日今日爆風晴れ間水位が増えたバッドコンディションで、しかもラストはガン流れっていうことでめちゃくちゃシビアな状況だったんですけど、まあね今までその1月2月ハマってたカバーリアクションプルティオカーリー使ったサインチだったんですけど、今回はちょっとね食わせ方を変えてイモケムシ40のサフモデルでパンパンってこう弾いてふわーっとっていう感じで食わせるパターンで取れたっていう感じでした。
まあ貴重なねバイトが取れたんで、結果的に感じでした。まあ、ちょっとねまだ冬に近い春って感じなんで厳しいんですけど、まあカバーリアクションダンスと釣れるんで、ぜひ皆さんもやってみてくださいということで、お疲れ様でした。